いや今日ね、なんとね、高校卒業みたいなトレンドになってて、高校生の卒業、私今日ね、道歩いてたんだよね。そしたら、もう明らかに卒業した感じの女子高生が3人前にいたんだよね。5人かな。いて、なんか写真を撮ってたの。で、どういう写真の撮り方かっていうと、なんか自撮りみたいな感じで撮ってて、私がその後ろにいたんですよ。だから自撮りをすると、私が映っちゃうわけよね。だから私、急いでなんか、悪いことしたかのように、急いで駆け足でね、映んないようにしたね。逆に映っても嫌じゃない？なんか後で、その、写真見返した時に、なんか変な人いるみたいな。それで私ね、なんか悪口言われてるかもしれないね。こいつキモくないって。私ただ後ろ、いただけなのに。被害妄想がすごすぎる私。で、ここね、ここが一番ヨッシーがいるんだよね。確か、うわ、一個下か。達成長期もらえたの激アツ。私、ヘルメット被ってるから、これかなり熱いんじゃないかなって。そう、卒業式でね。なんかね、結構ね、卒業式。その、格差、じゃあ、痛えな格差じゃないけど、分かれてて、まあ、どういうことかっていうと、あれなんだよね。そう、男子でいる感じと、あと、なんか、お花みたいの持ってカップルでいる？うわ、これちょっとなんていうの、強者あるよね。カップルでお花持っていくみたいな、ちょっとそれはさすがにね、みたいな思ったけど、圧倒的なあれをね、見せつけられたという私、そういう感じでしたね。だからね、なんか写真撮られそうになったらどういうのが正解なんだろうね。ドヤ顔で。きたー！ドヤ顔でやるのが正解なのか。これ勝つわ。これ4人マジで。ほぼ互角。待って。急げ。お前遅いって。やばい。スターが切れたらやばい、ここ。あぶね。いけるか、みんな。いけ。一発で決めます。うれーい。さあ、ゴール条件が。おつ猫クッパを倒してゴールなんだよね。どこにいる？あー、いいぞ。あと1体どこにいる？2体なんだよね。頼む。いや、くっそ、ハニーテンションが先に行ってるな。私が3体目になってしまった。これハニーテン来るから、そこを踏むしかない。ハニーテン、うーん、部外者へ。来い。来い、ハニーテン。部外者 B。やばい、ハニーテン来た。くっそ、跳ね返ってし、やられる。魔法だな、お前は。あー。なんかギャラクシーってタイトルだったね。マリオギャラクシーのあれかもしれない。倒してくれ。あの2人早く倒してくれ。どっちか。うわ、どっちもパワーブロック大切に。あ、ナイス。あ、これ積んだんじゃね。いや、でも出るわ。熱っ。頼む、マリオ。ナイス。いいよ。で、これを私持ってくんですよ。マリオのいいところを持ってって、いいぞ。で、さらに水泳で私マサル。何やってんの私。アホすぎるでしょ。ゴールの道なくなっちゃった。さあ、みんなやり直してきたよ。オッケー。みんな道塞ぐのやめようね、本当に。で、私しっかり行くといいよ。で、道は、あ、ちゃんと出てるね。うわ、負けちゃった。 JY 公園さんだ。いや、今日ね、朝ね、テレビでね、うわ、落ち葉落ちてきたけど、あれ惜しかったな。朝テレビでね、大谷翔平選手記者会見されてたね。危ない、やめよう、やめよう、嬉しい。もうひどい、はいざま。トリプルアホみたいじゃん。待って、これ落ち葉落ちてくるから。いや、でも行くか。もうみんなほんと甲羅投げるのやめよう。で、大谷翔平選手出てきて、記者会見で色聞かれてたね。その、プロポーズの言葉は何ですかとか、どこで出会ったんですかとか、色々聞かれてて、来い、熱い。で、出会ったのが3年から4年前らしいんだよね。お、これあれじゃない？なんか、デフォルトコースな気がする。昔のマリオにこういうコースあった気がする。3年前から4年前に出会ったんだと思って、割と最近だなと思って。地味な巨勢スク。さあ、今日これやってみます。今ね、なんかカービィ。マックでカービィのイベントやってんだよね。うわ、クソ！で、そのカービィがね、結構足とか、なんか目のサイズとか色々違うらしくて、なんかカービィって結構一緒だと思うんだけどね。なんか君だけのカービィを見つけようみたいな。え？すごっ！踏まれるとスターになるの？すごくない？これ知ってた人いる？踏まれるとスターになるんだ！いやな、ちょうどそこで切れるんだ！すごっ！お前それよし！あっち来の！絶対あっち来の！やばい！よし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 ！いいぞ！お前、それ、どうなるか分かってるか？うわ、あいつ！ペロッと。ペロッと。ペロッと。あらあらあら、あ、ペロッと。じゃあねー。すごっ！踏むと、あ、ペロッと。君も一緒にゴールに連れてってあげましょう。わあ、これ車に乗ってっか悩むな。いや、私もカービィの欲しかったんだけどね。一番くじじゃねえよ。マックの商品。グッズみたいな。だ、もう売り切れちゃったみたいで、もう売ってないんだよね。結構早くて、もう当日になくなったのかな。だからすごいんだよね、人気。いや、カービィの個体差が結構あってね。
君だけのカービィを見つけようみたいな、そんな感じになってんだけど、やばい、これもゴールの気配するか。それはちょっとルイージー君ずるいよね。そうでゴールだ。中華ありがたい。これ車乗ってかない方がいいわ、このコースの制作者さん見る感じね。乗る、いやもう乗っちゃったわ。身勝手の運転やめて、もう乗るわ。ほら行け行け行け、あっちかも、ゴールに連れてって、行け行け、うわっ、マリオ目パチパチさせてる。おお、すごいちゃんとこんな、マリオの目に注目したの人生で初だわ。はっはっはっは、林。あれ、今でしょの林先生？え、実況者になってたの林先生、最近見ないなと思ったら。あ、さっき林先生のコースね、試合カットでした。すいません。いや、でも林先生ってあれだろうな。なんか、林先生って現実のキャラクターじゃないですか。信じるぜ、林先生って現実のキャラクターじゃないですか。でもアニメとかリアルだとかっこいいんだろうね。リアルでサッカー部のエースが5-4で負けてるんだよね。なんだけど、いつ勝つの、今だろおめえらみたいな、ガチでかっこいいんだろうね。林先生思春期バージョンみたいな、ガチでモテそう。いいぞ、危ない、これ勝ったわ、勝った。こんにちは、今日これやってあります。やばい、ノコノコいた、危ね、うっ、これスター出ると思う、匂う、あまりにも香ばしい。いや、いいんじゃないこれ。で、みんなの霊圧消えたな。いや、これ、あちき一人で